ちゅわっち。あー、なんだか急にお腹が空いてきた。肉だ肉だ、お肉が食べたい。突然どうしたダニー。ウサピョンが、私はね、いきなり君と出会って、いきなり妖怪ウォッチというか、宇宙ウォッチのパチモンを渡され、いきなりバトルに巻き込まれた。でもね、そんなことはどうでもいいの。どうでもいいのかよ。私は今、無償にお肉が食べたいんだ。お腹空いた、こいつ大丈夫ダニー。あー、特にバーベキューが食べたいな。ウサピョン、なんとかできないの。なんとかってそんな無茶な。ん、そういえばお肉を焼きまくる、肉焼きって名言がいたような。え、何それ、今の私とすっごい気が合いそう。で、その肉焼きは、どこにいるの？そんなの知らないだに。いや、妖怪ウォッチ持ってんだから自分で探せばいいだに。あ、そっか。ウォッチモードでは妖怪が見つかることが何？どれでもビーム発射ってなんだ。見つけた妖怪を狙って A ボタンを押して、サーチビームを発射するだに。相手の妖怪ゲージをゼロにすれば、そいつバトルで勝負ができる。でも相手も黙っちゃいないだに、人玉を飛ばして反撃してくるだに。当たると体力が減っていくだに、ゼロになると妖怪逃げてしまうだによ。妖怪そこら中にいるだに。まずは近くにある車の下でも探したらいいんじゃないか。いいだにか。あ、なるほど。前はさ、ずっとあれだったけどさ、今はビームで発射になったんだね。うるる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 。前よりやりやすくなったんじゃないの。で、相手のビームを打ち消していく。あれさ、結構さ、後半になってくると難しいんだよね。うるるるるるる。うるるるるる。うるるるるるる。意外とさ、くる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 さ、移動しちゃったりさ、早くさ、全然、いかない。つぶやき。同じ木だけど違う。タックルしてきたね。ウサピョンだって B ランクじゃなかった。敵の妖怪が弾を落とすことがあるのに、それが回復玉と陽気玉。回復玉に触れると HP 回復、陽気玉に触れると陽気ゲージが回復。サボったり取り憑かれている妖怪を攻撃するとこの弾を落とす。どんどん弾を拾ってバトル有利に進めていく。とりあえず見て、てめえ！あ、移動して拾わないといけないんだね。つぶやかなきゃ。必殺技。そっか、前までは勝手に溜まってくれたけど、今度は取り行かないといけないのか。いけー、ゴブとウサビー、強いなに。てめえ。そっか、結構移動に時間かかるんだな。つぶやいてるな、あれ。つぶやいてるってそっちか。ネットの方ですね。青い鳥の方だな。妖怪パッドによると、こいつはつぶやきって妖怪みたいだね。つぶやき？その名前の割には全然つぶやいてこないんですけど。ん？この音は？誰かが見る妖怪パッドにアクセスしてきたみたいだね。相手は？つぶやき？なんて言ってきてるの？なんかさ、面と向かって話すの恥ずいんで、こっちでつぶやきね。意外と可愛いな。なるほど、つぶやきはネットの世界でつぶやき妖怪なんだ。プープープーでもなんか見た目と違って超軽いつぶやきですな。せっかく出会ったんだし、この機会に友達になれよって言ってるだに。おお、それはぜひぜひ。じゃあ僕の妖怪メタル開けるね、よろしく、だそうだに。あ、持ってきた。ちょっと癒し系。明らかにお前ガードがタイプだろう。つぶやき。豪傑だっけ、赤いのって。やったー、友達ゲットだぜ。ゲットさせはダメだ。バトルに勝利すると倒した妖怪が、徹夜負けた、昨日寝てないからな、友達になることがあるだに。とは言っても簡単には友達にならない妖怪もいるだに。でも何度も戦えばいつか友達になってくれるはずだに。メダルはこの妖怪たちに収納するといいだによ。お前、まさかお前が手に入れたのか。さらに召喚、お前がウィスパーとあれか取引したのかな。ありがとう、ウサピョン。うわー、超ハイペースでとんでもない量潰れてくる。どうやらネットの世界ではかなりのおしゃべり屋さんみたいだに。板車の下にいただけにいたそうな妖怪ですな。うわー、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 
結局つぶやきたいだけつぶやいたら帰っちゃったね。目の前にいるんだからさよならぐらい自分の口で言えばよかったのに。ん、なんだろうこれ、つぶやきの忘れ物かな。マルゲリータピザ、なんでや。またつぶやいてきただに。それは僕からのプレゼント、お近づきの印にいいな。いやほーい、やったね。味方がピンチになったらアイテムで食べ物をあげて HP を回復するだに。敵の妖怪に食べ物をあげると友達になる確率がアップするかもだに。妖怪にも好き嫌いがあるだに。相手が好きそうな食べ物をあげるだに。ただし敵の妖怪の一匹につか一つしかあげられない。水木、実はユウに話しておくべく大事な話があるだに。何それ。それはとりあえず立ち話もなんだし、ちょっと場所を変えるだに。お前が UFO から UFO で落ちてきたのかな。でも妖怪目だ。あ、やっぱあれだね、ダンジョンっぽい。つぶやき E ランク妖怪、自分が敵に取り付いた時自分の HP を回復する。ぶやってます。敵を一発吹っ飛ばす。へえ。狂気のつぶやきを敵全員がおかしくない。なかなかこう強くね、必殺技なる。小石の術、取り付かれた妖怪をつぶやくのがやめなくない。なかなか行動しなくなる。行動しなくなる系は強いんじゃないかな。で、守ればいいんでしょ。極太ビーム発射したダメージ、あられ、威力。味方はたまに混乱ですね。強いんじゃないか、つぶやき。まあ、後半使うかは知らないけど。でも、ガードはいるといいよね。でも、最後の方はもう小息でゴリ押しだったけど。メイドルンダ。ここだ。ここか。はい。では早速本題に入るだに。実は、いや、ヒューリー博士という人を探してて、ユーにそれを手伝ってほしいだに。ヒューリー博士？さすがうちオタク。お、博士のこと知ってるだに。どっかで聞いたことがあるような、ないような、ないような、ないんかい。あ、イケメン。ヒューリー博士は宇宙工学の分野の第一人者だに。宇宙を一番知る男だに。でもそんな偉い人はどうしてこの町にいるの？それには深い事情があるだに。とにかくミヤ、もう一度博士に会いたいだに。だからジャポンの妖怪の情報も使って博士を探すだに。妖怪の友達を作る必要があるだに。これもあれかな、ジバニャンと同じで自分が死んじゃった系かな。だけどミヤ、友達を作るのが得意じゃないだに。そんなの私もだよ、友達少ないし俺いないぜ。何言っとるだに。人間の中には妖怪の友達をたくさん作ってるやつもいるらしいだに。じゃあその人に頼んでよ。それがどれだけ探してもそんな人間見つけられなかったに。まあ日本にいないからね。でもその代わりユウに出会えた。きっとこれは運命だに。うちぼっちに目を輝かせていたユウはまるで博士みたいだったに。そう言われましてもな。もちろんタダでとは言わんだに。なんだこれは。ユウがどうしても手に入れたかった声でどうだに。それはセラピアス事件的フィギュア。よーし、墓で伺うぞ。早いな、おい。そういうことなら私任せて、博士が行きそうなところ心当たりがある。本当だに。フィギュア館とメイドカフェ、そしてニア警備劇場の3カ所、自分が行きたいところじゃないかな、これ。ヒューリー博士、本当にそんなところにいるだに。いるいる、さあ博士が探しに、レッツゴー。ちょっと待ったに。ウサビはどうしたの。町にはいろんなところに妖怪がいるだに。もしそれだとバトルになった時困らないよ。バトルで気をつけることをこれからミーが教えてやるだに。ベイダーモード、妖怪たちは好き、あ、すんとだ。あ、見なかったな。特別な能力を持っているだに。攻撃を跳ね返したり、味方を回復したり、持っているスキルは妖怪ごとに違うだに。妖怪のスキルは妖怪大地点で確認できるだによ。ん？ちなみに、ミーのスキルはベイダーモード。よし、おしゃべりはこれぐらいにして、ハガチを探しに行こうか。てめえ！フォルムチェンジかな？まずメイドカフェ行けってよ。行くぜ。今日の筋肉占いでメイド喫茶に行くといい出会いがあるって聞いたんだけど、女性と話したことない俺が果たしてうまくいくのだろうか。大丈夫、お金を払えばね、話してくれる素晴らしいところですから。お客として行けば話してくれるから。ひなこさんのお金になりたいまで、お嬢様。うひょー、メイドさんだ、みんな可愛い。やっぱり女子が一番可愛くなる制服はメイド服ですな。ヒューリー博士、ここにはいないみたいだに。博士、どこにいるだに。ああ、やっぱりそうじゃない。
ヒューリー博士と出会ったのはウサギ小屋だったのに、お前絶対ウサギじゃないじゃん。あの時なぜか、あ、やっぱそうなんだ。紛れ込んでしまったミーは、誰にも相手してもらえず、寒くて震えるばかり。昔のウサピョ、ナメキチってなんだ。ナメキチってなんだに、てか話の腰おるだなったのに。そんな日々を過ごしていたある日、ミーをヒューリー博士が拾ってくれただに。こいつなんだ、私と一緒に来るんだ。お前には輝かしい未来が待っているぞ。しょんぼりだに。やるだに。またあるか、悲しい話かな。さゆりさん、ご注文はどうなさいますか、ご主人様。じゃあ、このラブラブナポリタンで。じゃあ、俺も、そいつと一緒のやつで。慣れてない感じですね。はあ、ここは夢の世界だね。メルさんたちのおかげでおじさんの心は満たされていくよ。財布の中身は空っぽになったけどね。辛い。お前、その年でメイド喫茶デビューとか生意気め。俺だってこの前デビューしたばっかりなんぞ。ああ、スペン落としちゃった。もろものの事情にしゃがむことができないので誰か取ってください。肉が。あのメールさん表現しづらいけど、でかいわね。そうですね、でかいですね。なんかクエストとか起きたりするのかな。はいはい、次ね。ジャンク横丁。おお、なるほどね。裏道だ。かなり安い。コミックフルー徹夜。あー、引っかかった。まあいいや、戦ってみましょう。お前普通にいるんだな。うわ、いっぱい出てきた。大変だ。もう3体も出てくるのかよ。相手の陣形はこうなってるのね。つぶやき。ゼック。あれだね、意外と、一発で倒せるんだね。まあ、やっぱ、あれか、ウサピョンが強いんだね。はいはい。あ、こっからいいのか。ひぃ。ここがもう普通にお店か。出た、この店の名物、セラピアズの等身大フィギュア。いや、ほんといつ見てもいい仕事してますな。キュウリ博士、ここにはいないみたいだに。博士。お、改装か？博士と出会ってからミーたちは夢に向かって一直線だったに。要するに宇宙開発用の実験動物に選ばれた。そんなんじゃないだに、ヒューリー博士、ミーの死になんかそれくせえな。ミーは何としてでもあの目を輝かせていた頃の博士にもう一度会うんだに。それにしてもこんな場所に博士は本当にいるんだに。そっか、ウサピョン実験動物だったか。つら。とりあえず出ましょうね。ひぃ！ん？ああ！ゴミ箱をちゃんと表示されるようになったんだってことは期間があるんだね、また。でってってって。オーディオ機器、販売、買い取り、専門店。あとどこだっつった？ここ、保護店なんだね。あ、そうか、劇場か、ニアケビーの。行くぜー！ダッシュしたいけど足りない。行ったことないんだよね、こういう劇場。へえ、買えますか。いらっしゃいませ。ニャケビ好きなら買わないけど、各種ニャケビグッズを揃えていますよ。買えないよね、残念。ここか、制服を見ろと。はい。この衣装って最激レアなんだよね。なんと、あのニャーケービーのフササさんが実際に来たやつなんだから。いやー、全方位型オタクとしてニャーケービーを外せないであります。ニャーケービー、ニャーケービー、ヒューリー博士、船いないみたいだに。博士、ミーはあの日のこと忘れてないだに。お前は世界で一番幸せな小動物になるんだ。宇宙というところは素晴らしいところだ。そこには無限の可能性がある。お前は誰も見たことのない世界を見ることができるんだ。送り出されてないか？でもさ、やっぱりこれって自由に飛ばす実験用ってことだよね。実験のためじゃないのに、これはまさに友情だね。実験っぽいな。ってやっぱり変なに。あんなに宇宙を夢見た博士がこの街にいるとは思えなに。ということはもしかして？結局博士見つからなかったね。そうだにね。博士を探すのはまだ始まったばかりなんだし、今日のところはもう帰ろっか。
はい。あ、電車で家に帰ろう。なるほどね、電車もあると。また雲海峡早く出てこないかな。序盤はね、移動がやっぱネックになってくるんじゃないかな。駅意外と遠いぜ。歩行点あぶね。あ、もうそのままいいんだ。あ、もう初めから持ってたんだ。はあ、それにしても今日は青葉を遊び尽くせましたな。やっぱりこうやって優が行きたい場所にいただけなに。そんなことないっすよ。たまたま私の青葉満喫コースと博士が行きそうなとこがリンクした的な。あ、もしかして博士もセラピアーズの大ファンだったりして。てめえビューダーもーすんませんした。あぶねえ。あ、追い詰められた。ふぅ。ところでさ、そもそも博士はユトピオの前からどうしていなくなっちゃったの？いやー、それを聞くだにか。博士と親友だったんだよね。それは、うちに送り出されたんだよ。ロケットの変人テスト中に爆発事故が起きてしまったに。やっぱりか。その時ロケットに乗り込んでいたミーも残念ながらそこで死んでしまったに。博士はロケット失敗の責任を取って研究室を出て行ってしまったに。その後死んで妖怪になったミーは博士を探したけど見つけられず。そんな時博士がジャポンに行ったという噂を聞いてここにやってきたたに。そういうことか。もう一回博士に会いたいだに。会って謝りたいだに。ウサピョン、なんかドリームドロップディスタンスみたいな。うわ、肉焼き。もう声忘れた。どうだったっけ。おお、お肉がいい感じに焼けてきたぞ。ノーニクノーライフ、ザバーベキューパーティーの始まりだぜ。バービービーキューだー。俺もお腹空いたからご飯食べよう。どっかで一回できるっしょ。タイミング、あー、出たぜ。はいはい、やったやつですね。金の粒、タイミングがぴったりだとたくさん金の粒が飛び出しますよ。金の粒をたくさん集めるとご褒美がもっともらえるかも。 ABY、いただきます。コール OK。 クールの方がいいのかな。クール。ひもじ、ちょっとあれだね、 Y の真ん中に来るぐらいのところで押せばいいのかな。まだちょっと、ふう、ミスってない。大丈夫。金の粒68、ボーナス獲得。どうもこけし。金の粒ボーナス、あー、お邪魔ウェイ。タッチペンが飛んでった。ジーマニャンが上で寝てるぜ。お父さん燃え尽きてない？大丈夫？みんな食べ終わったみたいだし、そろそろ片付けちゃおうかしらね。そうだね、もうお腹いっぱいだし。バーベキュー美味しかった。うっぷ、もうお肉食べ過ぎでもう動けないにゃ。目が死んでいる。何やってんですか、まったくもう。でもさ、急に USA に来てどうなるかちょっと不安だったけど、この調子ならなんとかうまくやっていけそうだよね。当然です。なんたってミツタロウ君にはこの超よでき妖怪室にウィスパーがついているのですから。それが不安なんだけどにゃ。なったこのジバエラ。まあまあまあ、とにかくミサロ君、せっかく USA まで来たんです。これからアメリカン妖怪のお友達もいっぱい作っていきましょうね。そうだね、楽しみにゃん。続く。あ、終わった。
博士の情報来たー。本当何か博士は今どこに何？それがさ、桜中央シティにある病院に入院してるみたい。入院？博士は大丈夫なんだに、もしかして命にも関わったりするだに？それわかんない。そこまでは書かれていないし。書かれてない。そもそもユーはどうやって博士の居場所を掴んだに？これまでミーがどんなに探し回ったり情報でゲットできなかったのに。え、ネットの掲示板に書いてあったけど。ただに博士って宇宙が好きな人たちの間では本当に有名人なんだね。キューリー博士宇宙、今どこで検索かけた一発ヒットした。そんな簡単に。今までミーが苦労してきた苦労は一体何だったに？うざぴょーん。はい、続く。両方ともこれでチャプターが一段落したってところかな。誰だ？ああ。妖怪ウォッチのあの作ってる会社の人だっけ？名前忘れちまったよ。ん？これで全員に行き渡ったか。二人だぜ。いいよいいよだね。でも前のある人とはちょっと違う人だよね。なんかもっとサメっぽい人だったね。次の Wi-Fi でだけど、カクリ、僕の見解を聞きたいから。別に。皆さん、どうやらこの後別のお話に分かれちゃうみたいですよ。オリッチが出てくる USA のお話か、ミーが出てくるジャポンのお話か、どっちにするにゃん、どっちにするだに。え、辛いよ。実に楽しみだね。はい、噂の少年。それじゃ次の操作に向かいましょう。ロケットに願いを込めて。インターネットダウンロード、パスワード、QR コードのヘルプが追加された。よし。じゃあ一旦。ああ、なるほどね。初めから選べるのかな。まあ続きはこの後。うん、まあ明日ね、やるんだけど、明日か分かんないけど。じゃあ今日は一旦ここで終了したいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。